皆さんこんにちは、オタカルチャーの小川と申します。先日ですね、肺の方に、痛みとですね、あと息苦しさですねを感じておりましたので、病院に行ったところですね、右の肺の自然気胸と診断されました。気胸という病気はですね、簡単にご説明しますと、肺に穴が開いてしまって、その穴から空気が漏れてしまう病気のことでございます。病気の進行具合としては軽度から中程度とのことだったので、このまま様子を見る経過観察と、もういっそのこと手術をしてしまって、穴が開いている部分や穴が開きそうな弱い部分を取ってしまう2つの選択肢がありますよと、お医者様はおっしゃってまして、すごく悩んだんですけれども、今回は手術をする方向にいたしました。そのためですね、先週の木曜日に入院いたしまして、翌日金曜日に手術を受けました。その後土日月と、入院生活を送りまして、無事にですね、今週の火曜日に退院することができました。初めてのですね、入院と手術ということで、入院前からもそうですし、手術当日とかでもですね、ものすんごい不安でしたね。ですが、皆様からですね、頑張ってくださいという温かい言葉をいただきまして、とてもですね、励みになりました。もちろん手術前もそうなんですけれども、手術が終わった後も多くの方からですね、メッセージをいただきまして、やはりちょっと体にちょっと傷をつけて、そこに穴を開けてなんかこう治療するってことなんで、やはり麻酔切れてくるとすごい痛みが僕の場合ありましたね。鈍痛がずん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 痛かったんですけれども、皆様からいただいたメッセージを思い起こして、頑張らなきゃいけないなと自分に聞かせて、なんとかですね、乗り越えることができました。この度はですね、皆様本当にありがとうございました。現在の状況といたしましては、やはりまだですね、傷の部分と、あと傷の周りの筋肉がちょっとやはり動かしていなかったりとか、麻酔とかの影響でちょっと硬くなってしまっている部分がありまして、そこはですね、どうも体をこう、これぐらい大丈夫なんですけど、ちょっと引っ張られちゃうとちょっと痛みが走ったりはするんですけれども、それ以外は特に問題なさそうです。肺の方も息苦しさとかも特には今のところないので、大丈夫そうです。まだですね、ちょっと完全復活にはちょっと時間がかかりそうなんですけれども、焦らずゆっくりとですね、元の生活に戻していけるように頑張っていきたいと思います。最後に繰り返しになりますが、この度はですね、本当にありがとうございました。